こんにちは。気象予報士防災士の石倉明子です。もうすぐ東日本大震災から12年が経ちます。もう12年も経つんですが、私は震災当時広島で気象キャスターをしていまして、もうつい最近のことのように当時のことを鮮明に覚えています。ただ12年も前ともなれば、今の小中学生を含む子どもたちはほとんど震災のことを覚えていなかったり、まだ生まれていなかったりするわけなんですよね。でもあの時の教訓を絶対に忘れてはいけませんし、これからの未来を担う子どもたちにしっかりとお伝えしていかなければなりませんよね。というわけで今回は、子どもと一緒に防災について考えるということをテーマに、親子で震災当時の状況や震度7について考える、そして親子で防災レシピを作ってみる、この2点についてお伝えします。まずは東日本大震災について振り返ってみます。今から12年前の2011年3月11日午後2時46分、東北地方太平洋沖を震源としたマグニチュード 9.0 の超巨大地震が発生しました。この地震は東北地方太平洋沖地震と命名され、日本で近代的な地震の観測が始まってから最大規模の地震となりました。この地震によってもたらされた災害を東日本大震災と呼んでいます。世界規模で見ても、1960年のチリ地震や2004年のインドネシアスマトラ島沖地震などに次ぐ1900年以降4番目の巨大地震となりました。東日本大震災の被害の多くが津波によるもので、福島県相馬で 9.3 メートル以上の津波が観測されたほか、宮城県女川漁港で 14.8 メートルの津波痕跡が確認されるなど、東北地方太平洋沖に未曾有の大津波が襲いました。この大津波で2万人以上もの尊い命が失われました。これは当時、宮城県にある日本気象協会の東北支社にいた職員が実際に撮影した津波の様子です。この写真を見るだけでも当時の状況がいかに悲惨であったかが分かりますよね。当時の様子を東北支社の職員に話を聞くと、ガスが止まり、寒い時期に1ヶ月程度も水シャワーを浴びた、食料や水のストックが少なかった上、非常食や水の備蓄をしていなかった、避難所への物資支援で被災者に届くまでに時間がかかり傷んでいるものもあったなど、地震発生後の状況もかなり苦しかったことがわかります。かなりショッキングなことかもしれませんが、これが12年前にあった現実です。津波の体験をするのはなかなか難しいですが、防災教育の一環として地震などの災害を実体験できる施設が全国にいくつかあります。その一つが東京消防庁により開設された本所防災館です。本所防災館では震度7の地震を体験することができます。実際に私もこちらの施設で震度7の地震を体験させていただきましたが、想像以上に大きな揺れに動揺してしまって、机の下に避難しても体がはみ出てしまうなど、身の安全の確保がとても難しく感じられました。特に深夜帯にも地震が起きうることを考えると、いざ地震が起こったらどう行動するべきか、頭と体に染み込ませておかないと、とっさの判断や行動を取ることは生半可ではないと感じました。子どもと一緒に楽しみながら学ぶことができる災害体験施設に行ってみるのは、未来ある子どもたちに防災について考えてもらう方法の一つですね。毎日当たり前のように使っている電気やガス、水道が使えなくなってしまったらどんな生活になるでしょうか。ライフラインがストップしてしまったとしても、命をつなぐために必要な食事を取ることは欠かせませんよね。そこで今回、私が考えた簡単で美味しい防災食レシピを一つご紹介します。サバ缶で作る冷や汁です。材料は1人分として、サバ缶1缶、味噌大さじ1/2、水 300cc、 乾燥わかめ1つまみ、すりごま大さじ1/2のみです。作り方はとっても簡単ですので、実際に手を動かしながらご紹介してみますね。今回は災害時を想定してビニール袋で作ってみますね。材料すべてをビニール袋の中に入れて混ぜるだけです。まずは
すりごま、一つまみの乾燥わかめ、そしてサバ缶は味噌煮缶を使えば材料の味噌がなしでできますので、今回は味噌煮缶を使ってみますね。最後お水が入ります。あとはもう軽く揉みほぐすだけで大丈夫です。ちょっとね崩しながら、こんな感じかな。よし、できました。実際に食べてみたいと思います。いただきます。美味しい。やっぱり和食ですよ。災害時にこういった和食のものがあると本当にホッとするので、一つのメニューとして重宝しそうですね。このようにとても簡単なレシピですので、ぜひ小さなお子さんとでも一緒に作って実践してみてはいかがでしょうか。天気 JP では正しい防災の知識や日頃の備えについて詳しく解説している知る防災を公開しています。備蓄の方法や避難の方法、大雨や地震、津波など様々な災害への備えをお伝えしています。知る防災のウェブサイトの URL は概要欄に載せていますので、ぜひこの機会にお子さんと一緒にご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。